日本ウェルター級チャンピオン香山俊治。今から2年前、香山は当時このクラスの王者だった中原に挑戦し、見事王座についた。その後も左のジャブと右ストレートを武器に、これまで日本ウェルター級王座を5度防衛。今年の8月、香山は世界のステップアップとして不意だった東洋太平洋王座にも挑んだが、元王者ユン・スクジンの猛攻に遭い、屈辱の判定負けを喫してしまった。やはりユン・スクジンコールされました。力を出し切れなかった自分を何度も悔やんだ。だが負けても変わらず自分を応援してくれたファンのためにも、香山は一からの出直しを誓った。勝つための練習はもちろんしたし、相手を想定しての試合をしてね、でその通りの試合になってしまったんだけど、その代わり自分の試合ができないっていうかね、自分のペースでの試合ができなかったっていうのがあるんで、その相手、どんな相手が来ても自分のペースで試合をできる、まあ、ジャブ、まあ、左のジャブ、右のストレートが僕の持ち味なので、そこからの練習をしたんで大丈夫です。今回その香山に挑戦する中野は日本ウェルター級7位。変則スタイルだが粘り強いボクシングが特徴で、デビュー8年目にして初のタイトル挑戦をつかんだ。柔らかくいって、スタミナは一応それなりの練習してますんで、自信っていうかあるんで、追いかけ回して、それで香山さんをロープに詰めて、でやっぱ根負けさせるように頑張ります。日本ウェルター級タイトルマッチ10回戦、新たな出直しを図る香山の挑戦が再び始まった。チャンピオン挑戦者中央に呼ばれました。香山はいつのものように相手を睨むようなことはありませんでした。チャレンジャーの中野は今年3月、ボクシング好きのお父さんを亡くしました。そのお父さんのためにもタイトルを取りたいとも話しておりました。さあ、ウェルター級のタイトルマッチ、チャンピオン香山6度目の防衛戦になります。お互い1ラウンドから行きたいという話でしたが、香山まずは様子を見ています。左のジャブを当てました。解説は元世界チャンピオンのお二人です。中野は前に出ていきます。まずは沼田義明さん、はい、中野がどんどん来ましたね。そうですね、これしかその勝てないっていうのはね、ボクシングですけどもね、はい、やはりその香山としてはですね、あまりそのまっすぐ下がってもいけないわけですから、はい、ある程度その相手と打っちゃって勝負するとか勝負してですね、いやその早くに自分のペースをつかむということですね。はい、右アッパーを見せました香山。さあ、そして大橋秀幸さんです。はい、香山今日は攻める勇気を見せたいと話していたんですが、ね、大橋さん。そうですね、やはり中野君ゴングと同時に出てきましたので、はい、ちょっと気分で気持ちで押されちゃってるところありますよね。はい、中野の方もこの香山君が前回東洋チャンピオン、東洋タイトルに挑戦して、はい、韓国選手に2個差で負けましたよね、はい、それをその研究して、うまく戦ってますね、今のところね。はい、中野は本当に出てきます。手数を出してきます。それほど器用さ、あと香山の右です。器用さは感じないんですが、本当にしつこそうですね、これはね。そうですね、もう常に追っていく。香山が足を使ってもそれ以上の速さでスタスタスタッと追ってきます。香山逃げ逃れられません。香山君ね、強いね、左ジャブですね、止める左ジャブ打ちたいんですよね。左が出てませんので、はい、右を打ちました、はい、右をね、一発狙ってますんで、はい、どうしてもこの中野君の距離になっちゃうんですよね。はは、もう少しね、自分の左から行きたい、持ち味のね、自分のボクシングしたいですね。はい、まあ、前回の東洋太平洋でもユンを止められなかった左ジャブを今回は基本に戻って、あっと右アッパーカウンターです。そして右フック、さあちょっと効いたか。そうですね、中野の動きが止まりました。効いたですよね、はい、しかし前に出てくる、とにかくその中野前に出てくることを止めなきゃいけないですから、そのためにはその右アッパーと右ストレートの強いパンチ打たなきゃダメですよね、ちょっとバッティング、頭の注意を受けました。中野頭から来ます。どうしてもね、香山君この一発で倒してやるっていうね、気持ちがね、このパンチ力んじゃってますんで、力んだパンチっていうのは見た目ほどダメージ与えられませんから、はい、右アッパー、はい、もう少しね、自分のボクシングを、ね、したいんですよね。はい、中野は右フックから、そしてボディに
連打を打ってきます。こうなると香山はやりようがなくなってしまいます。まあ、中野君のこの攻撃はこのダメージを与えることはできませんけど、はい、終盤にね、この香山君のこのスタミナを奪い取るってことはこの戦法でできますから、まあ、中野君はこれ勝つしかこの戦法じゃないですね、はい、とにかく中野もこの前のユンの攻撃が自分のイメージですと話してました。しつこくいきますよという話です。香山手が出せません。ちょっとやりにくいなという顔は見せていますが、そういう顔を見せずに、そうですね、チャンピオンとして見せない方がいいですね、さあ右は当たりましたが左のジャブはいい形で当たっていません。右カウンターで当たりました。第1ラウンドが終了しました。香山はロープを叩きました。思うようにはいかないチャンピオンの香山、第1ラウンド終了です。日本ウェルター級チャンピオン香山俊治、今日が6度目の防衛戦。落としてしまった評価を少しでも取り戻したい。第1ラウンドいい右アッパー、右フックもありました、右ストレートもありました。これは右フック当たってるんですが、その後中野がまたどんどん前へ出てきてやりにくい感じの香山です。今回はその評価を取り戻すために内容を考えています香山。そのためにちょっと力んでるんですかね、大橋さんね。そうですね、まだ1ラウンドの終盤にですね、力んで打ったところを中野君の、ね、右フックをカウンターでもらったんですよね、力んだところにですね、あのパンチもらいますとダメージかなり受けますからね、何度も言うようにもう少しねリラックスして、自分の足を使った左からのボクシングですね、この回はジャブをパーッと右出そうとはしています。ただその前に中野が入ってきてしまいます。まあそうですよね、中野がその必要以上に前に出て、いわゆるその香山のその距離を取れないですからね、香山としてはこれはもうやりにくいですからね、逆にそのですねフットワーク使うんじゃなくてですね、その前に出て歩くようなそのボクシング、もっとその攻撃をね期待としたそのボクシング切り替えると、倒すチャンスが出てくると思いますよ。なるほどね、ジャブジャブでこう距離を取りながらというのは難しそうだと、もっと攻撃で、攻撃ですね、さあ右ですからそのフットワークじゃなくて前に出てですね、歩くのはその足の使い方ですね、いつもとはちょっと違う足の使い方を見せたい香山。大久保さん、ラコーナーですが、やはり第一ラウンドちょっと硬いなという話をしてましたね。そうですか、ただね、左ジャブを使っていけば中に入っていくのを止められるから、それをどんどん使っていけという指示が飛んでました、そうですね、ここ1ヶ月ぐらいはとにかく強いジャブを打つことだけ練習してきたんですが、それが出せません。いや、ただですね、もうジャブだとか左ストレートですね、なかなかこれとか前に出てくると使えないわけですよ。ですから自分もですね、下がらないで打ち負けしないんですよ、前出て手を出さないとですね、自分のペースには持ってこないですね。今のは中野の左フックから先に入りました。でも大橋さん、中野のような選手なかなかいませんよね。そうですね、しかしまあこの選手をね、攻略できませんと、この間やった東洋チャンピオンにはね勝てませんからね、これはね、勉強を、ね、踏まえたいいし、ね、経験になると思いますよね、はい、ワンツーワンツーと持っていく香山、左が、ね、当たる距離になればワンツーがもう確実にヒットしますから、やはりもう、ね、自分の距離って必要ですよね、自分でどう距離を作っていくのか。強い左のジャブも練習してきました。こう攻められるともうダメです。さあ離れてここからです。右フックで回り込もうとしましたが、それでも逃れられません。攻められるとやはり弱いですよね。そういう部分が出てますか。出てますから、このペース的にはですね、やはりこの距離を殺して、このくっついてね、しつこく打ってますけど、中野のペースですよね、これもまた下がりますね。どうしても中野が前に出てくる、香山が下がる、この辺りでうまくいかないようです。香山、今回は自分は強いチャンピオンだというのを改めて示したいという話なんですが、これほどやりにくい選手とは思わなかったかもしれません。香山君もね、ちょっと今すごくラフになってますよね、一緒にね、冷静にいってもらいたいですね。第2ラウンドが終了しました。さあまだ離れません。香山は思い通りにいかない、中野は思い通りにいってるのかもしれません。第2ラウンド終了です。チャレンジャー日本ウェルター級7位の中野芳生、初めてのチャンスが巡ってきましたが、セコンドの指示通り、自分の作戦通りここまで進んでいます。ラウンド5、ですからね、中野側の その陣営としても、そのポイントをね押しているというようなね、見方をおそらく本人もしていると思いますので、ただそのレフェリーたちがですね、どういうふうに取るかということでしょうね。そうですね、非常にその微妙なね、このままなんじゃないかなという印象しますよね。放送席の採点ではわずかに中野の方が上回ってるんですが、
まあ、効いたパンチがそれほどないのはあるというところはあります。さあここで出てきます、出てきます、中尾出てきます。加山に打たれた後、はい、前半ね、加山君足を使ってね、自分のボクシングした方がいいと思ったんですけども、はい、もうね5ラウンドに来ましたから、ここはもう作戦を変えて、まあ、強いパンチを打つか、はい、逆に今度体で押して、加山君が体で押して攻撃をするようなね、はい、そういう展開に持っていくしかもうないですね。あ、右です、加山右。さあ強いパンチ右か、逆に 前出たのが楽なんですね、加山も、うん、前回のユンの時もそういう話でしたね、そうですね、逆にね、ロープに詰めるような感じでいいですからね、はい、強引に行った方がいいですね、はい、加山に足りないところは攻める勇気、そして強引に行くところ、それを今日は見せたい。一味違った加山を見せられるか。ですからその深くなんか使う必要ないんですよ、もう歩くようなね、スタイルでその前に行かなきゃいけないですよね、打ち合ってもおそらく倒される心配ないと思いますから、そうですか、前に出て、とにかく相手が一発打つは3発ぐらい打ち返すようなボクシングをね、徹しなきゃいけないですね。ここまでは手数でもどうも、あ、今のは右手いいです、はい、この肩で相手をしてね、はい、まあ、反則なんですけども、まあ、ギリギリな、まあ、はい、テクニックでね、はい、あの、ああいう気持ちですよね、ああいうラフさも加山君に必要だと思いますよね、はい、身長では181センチ、中野が175センチ、まあ、横幅は中野の方があるかもしれませんが、上回っている加山、この辺りも中野のパンチ、手数の方が上回っています。顔面にパンチをそれほど強く、あっと見合った、今ね外からパンチを打って中からあったんですよね、はい、一応ね相手に返した、中野君もね考えたね、はい、ボクシングやってますよね。そうですね、とにかく加山はここまでの防衛戦ベテラン相手が多いんです。ベテランというのはもう最後一発かけてくるし、気持ちで負けないことが多い、それだけが自分も上回らなくてはいけないといつも思ってますと話していたんですが、そのあたりも今日出ています。第5ラウンド40秒を切りました。これは下がってですね、下がってその攻撃に結びつけようと思わないで、前に出てですね、一方引かないようなそのボッシュで攻撃に結びつける考えを切り替えないとですね、ずる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 このままいくような感じがしますよね、はい、まあ、この辺りなんとか下がらないように頑張っているようには見えるんですが、さあ、ここでましょうか、中野君にこの、ね、はい、頭をつけられて攻められてますから、はい、加山君この腰が浮いちゃうんですよね、はいはい、ですからね、強いパンチが打てない状態に、はい、中野右アッパーかすりました、はい、持ち込まれてるんですよね、もう少しね、加山君今度前に体重をかけて攻撃したいですね、加山練習したことを出せません、出せません。前半が終わりました。さあ後半挽回巻き返しなる。駅キャベ加山の恋人の立川のり子さん、今日は不安で不安でしょうがないという表情です。まあ、先ほどは見ていられないという感じで顔を伏せてましたが、さあ加山後半からどう巻き返せるのか、やりにくい、非常にやりにくい相手、しかしここを越えなくては防衛なりません。試合は第6ラウンドです。また後ろに下がります。この展開はよくありません。大久保さん、はい、またコーナーですがね、チャンピオン少し気持ちが落ち着いてきたんだという話をしてました、はい、左ボディからとにかく打ち合ってみたらどうか、こんな話も出てました。放送席でもそういう話が出ています。打ち合った方が逆にいいんじゃないか、いいですよ、こうやって下がるよりもいいんじゃないか。そうですね、中野選手みたいな選手はこの自分が前に出ると強いですけども、はい、下がらされる状況になりますと、あまり強くないですからね。そうですね、やりようがなくなるわけですね、はい、しかしここは中野右アッパー入りました。そして手数を出していく。さあ加山距離を取った、先に先手を取りたい。大熊さん、はい、中野選手サイドなんですが、あと3ラウンド6、7、8このペースでいければ、はい、絶対に勝てると言っています。あと3ラウンドと呼んでいます。スタミナにも自信を持っている中野。さあ加山この辺りでリズムを変えなくてはいけません。またもらいます、右フック左フック。ここからね、はい、体で押してからね攻撃した方がいいんですよね、はい、一緒に付き合わない方がいいですね、中野は前回の試合今年の6月だったんです。このショートの右フックちょっと効いたかな、はい、あ、効きましたか、ちょっと足に効いたんですね、はい、さあ少し後ろに、はい、右、はい、右。さあ中野右、手がちょっと出ません。中野ちょっと手が出ません。まあ、それしてもね、謝るその右ですけど一発で終わってますから、はい、短パンですから、はい、もう一回その数欲しいですよね、はい、さあ加山突き放した後先に手を出したい。
さあ体を入れ替える。今ね本当加山君いい右当たったんですけれども、まあその倍の手数でね中野君もね返すのピンチをね逃れましたね今ね、はい、また右しかしボディを返していく中野。セコンドの加山のセコンドの飯田さんからは行け行けという感じで声が飛んでるんですが、右フックテンプルのあたりを捉えました。しかしその後3、4発ボディにパンチが返ってきます。さあ加山手が出ません。先に中野、ね、この試合もこの手数を取るか有効打を取るかね、はい、難しい試合になりそうですね。はい、ただ下がると印象は悪いですよね。右フック下がるとどうしてもその手は出なくなりますからね、さあ加山ワンツー、さあもう一回、ね、あここで止まる、中野パンチをもらう、右フック、右ボディから左フック、中野右アッパー、左、右フック、加山右、さあ受けてはいけません、加山受けてはいけません、受けてはいけない、どうした手が出ない、左、中野の左、ね、ちょっとね、見栄えがちょっと悪くなりますよね、今みたいな展開になりますと、さあとにかく加山、今回の課題は攻める勇気、ワンツー、ワンツー、しかしその後中野が出てくる。ブロックしてます今のアンツもね。ああ当たってませんか、ね、さあ中野ちょっと青コーナーの方に自分で行きました。時計を見ていたんでしょうか、冷静です。第6ラウンドが終了しました。加山の笑顔はまだ見られません。中野いい感じです。今日のエキサイトボクシングは日本ウェルター級のタイトルマッチです。チャンピオン加山大ピンチと言っていいでしょう。とにかく相手が変則、やりにくいやりにくい、ここまで思うような展開に持っていけません。さあ終盤に試合は入っていきます。世界へ向けてもここで負けるわけにはいかない6度目の日本タイトル防衛戦第7ラウンドです。とにかく前に出てくる中野に対して突き放した右アッパー加山、さあここは突き放して突き放してパンチを入れていこう、なんとかリズムを変えたい。あ押してはいけないという今注意が与えられました。さあ右フック、加山右フック、しかし下がる、左フックをもらいました。もうあの加山としては気持ち切り替えてですね、はい、一発パンチを狙っても、多少当たっても相手が必要に出てきますから、はい、軽いパンチですね、小さいショートのそのパンチですね、はい、やっぱり欲しいですよね、はい、左アッパーから右フック、逆に左フック、こういうような打ち方はいいんですよ、はい、軽いパンチでいいんですよ、はい、もう強いパンチは必要ないですから、はい、こういう相手には。とにかく前回の OPBF で負けた時、ユンのタフさと旺盛な手数に負けました。同じような今日展開、それに打ち勝つためには行く勇気、さあ中野さん、やめを捉えた、まあ加山君の右ね、カウンターになりましたね、はい、なったんですが、はい、その後、はいはい、中野のパンチが顔面を捉えています。大橋さん、はい、まあ、あの前回負けた時トレーナーの飯田さんからはなんで行かなかったんだ、行き恥を晒したんだというふうに怒られまして、かなり奮起した加山なんですがね。そうです ね、まあ、ね、この試合も同じような展開になってますから、この終盤にね、その加山君の、ね、勇気というかね、はい、そういう変わったところを、ね、見てみたいですね、はいはい、さあワンツーの後を見てしまいます。でもこのラウンドですね、はい、なかなかあの右の強いパンチ、左の強いパンチ、はい、左なかなか、ね、はい、当たってますからね、はい、先に加山が攻めています、この展開で、まあ、はい、いいと思いますよね。左フック、しかし中野はこうやって打ってきます。このラウンドあたりから加山とにかく打ち返さないとというの、まあ、ちょっとね、はい、まあ、手数も多少多くなってますからね、はい、です、もしかしたら左アッパー、左フック欲しいですよね、はい、右は結構出してるんですけども、まあ、ちょっとまだパンチは単発ですから、はい、まあ、このラウンドですね、はい、有効だという点ではね、加山君の方が上回っていると思いますね、はい、まあ、手数はどうしても中野君の方が上回っているんですけども、そうですね、はい、この場面でも中野の方がどんどん、まあ、パンチというか前に押していく機関車のような感じですよね、頭ごとですね、その馬力にやられています加山。さあ加山の表情が終盤あたりからちょっと変わってきました。悔しい表情もなくなってきました。とにかく前回 OPBF ユンにやられた時は、まあ、途中でこうやる気がなくなった部分も見られました。さあ加山、さあもう泣きそうな表情で立川のり子さんは応援している。その声が聞こえるか、加山、さあ後ろに下がった、パンチをもらった、さあ終盤に攻撃をしたい第7ラウンド、中野のパンチが当たっています。第7ラウンド終了、このラウンドは加山も
攻めましたがどう判断されますか。7ラウンド終了です。チャンピオン香山の強烈なパンチ連打はまだ見られません。右のいいパンチはいくつかありました。東左の反発もありましたがなかなか攻められません。相手が出てくる分香山思うように自分の攻めができません。さあ残りは3つ第8ラウンドです。大橋さん、はい、もうこの辺りまで来ると気力という部分も関係してきますよね。そうですね、こういう展開になりますと、はい、早いパンチ気持ちが強い方がね、必ず勝ちますから、まあ、その香山君もね、はい、前回の汚名をね、挽回するチャンスではありますよね。大久保さん、はい、赤コーナーですがね少しパンチは当たり始めてるんで、とにかく強引でもいいから、無理やりでもいいから先にパンチを当てろというこの1点でした、はい。さあポイントではここまで放送席の採点、あくまで放送席の採点ですが微妙、わずかに中野かというところではありますが、さあこの試合はですね、はい、まあ、手が伝え有効打ですから、本当にこれ審判長瀬の試合になっているとは、ね、間違いないと思いますね。そうですね。そしてそのラウンドごとにどう判断するかですね。さあ中野も押していく体を入れ替えました。まあ、ショートね、香山ミニストレートのような感じでパッと割っちゃいますから、はい、もう少しその左フック欲しいですよね、はい、そしてリズム作って、はい、いや特にそのミニストレート、はい、また右フックですね、こういうパンチをもう少し打ってもらいたいですよね、はい、これはガードの上から、これパンチいいですよ、これパンチでいいんですよ、はい、軽くコンビネーション打っててですね、はい、強いパンチガツンと打つとか、はい、ちょっと血が出ましたか、切れましたかね、鼻のあたりから血が出てるのは見えたんですが、あおでこのあたりですね、バッティングですね、バッティングですね、まあ、再三ですね、中野君頭から攻めていってますから、はい、まあ、心配されたことなんですけどもね、はい、注意は何度か受けたんですが減点までは行っておりません。中野それほど激しくないみたいですね、それほど深くは切れてないように思いますが、さあ早間右を入れました。さあ突き放した、それ右アッパー、あの右アッパーですね、はい、右アッパー左キック、あ逆に右アッパー、まあ、いい右アッパー打ってますから、それからその左アッパーでも左アッパー欲しいですよね、そしてもう一発その横へ言えばそのミニストレートで欲しいですよね、はい、そうしたら完全に、はい、そうしたら完全にそのポイントにね繋がるんですけども、そうですね、そのラウンドを取ったという形に香山していきたい。中野は手が出ます。こういうボクシングするとどうしてもその印象が悪いですよね。右アッパーをもらいました、軽くもらいました。ね、フックフックと打ってね、中から突然なかなかアッパー打つんですよね、はい、あれなんか非常に受けづらそうですね。右フック、香山右フック、とにかく独特のリズム、ベタ足で前に出てきます。独特のスタイル、非常にやりにくいとは思っていた香山陣営ですが、これほどとは思っていなかったようです。そのあたりで戸惑いも出ました。そして内容を問われるというコーデ、ちょっとガーッと右強烈な右です。また右、どうですか、2発続きましたが、まあ、そうですね、まあ、クリヒットしてるんですけども、ダメージが足んないですね、あとがちょっとね、印象点ということで、良くないんですよね、はい、いいパンチヒットしても、もうコーナーに決められて、もうね、連打を許してしまってますんで、はい、この辺がちょっと採点にどう響くかですよね。はい、右アッパー、さあ、中野を追っていく左、右ボディ、早間を右を返す、ロープに詰まっています、ロープに詰まったまま、印象は良くありません、体を入れ替えます。さあ第8ラウンドもう時間がない、ここで終了です。終盤香山の表情は変わってきました、攻めは変わってきました、あと残すラウンドは2つです。チャンピオン香山ベルトを守れるんでしょうか。次々と訪れる試練、今回6度目の日本タイトル防衛戦、とても嫌な相手と当たってしまいました。さあ第9ラウンド、しかし先ほどは自分から攻めていこうというところは見られました。ただその後どうしてももらってしまいました。さあ9ラウンドです。大橋さん、はい、まあ、採点になってもこの9、10が非常に大切になってきそうですよね。そうですよね、この終盤の、ね、2つがこの大きく分けますよね、やはりね、ですからね、香山君の方 もう体で強引で欲しいですからね、はい、どんどんね、まあ、からですね、はい、強いパンチね、本当に打ちたいんですよね、打った後ですね、ロープ詰められますんで、それを何とかして下げたいですね。そうですね、印象は悪いです。桐生さんどうぞ。赤コーナーもですね、スタミナも傷も大丈夫だと、とにかくこの9ラウンド10ラウンド明らかな形で取れと言ってました、それしかありません。ワンツースリーと出ました香山、
まあ、そのための小さいパンチですね、はい、ショートのパンチで軽く打つことでしょうね、はい、おそらくその倒すのは無理だと思いますから、はい、あとはもうそれ打ち負けしないようなボクシングですね、加山は的確に入れてるんですが、その後そうなんですね、少しね、はい、ブロックが長すぎるんですよね、防戦一方になっちゃいますとやはりね、はい、その見た目どうしても悪くなっちゃいますから、軽いパンチでいいから返したいんですよね、はい、加山は言っていました、自分は OPBF 取れませんでしたが渡辺ジムの仲間劉光も取りました、そして中島も持っています、そのあたりで自分もやらなくちゃという気持ちは渡辺ジムの中でも強いんです、そういう話をしていました、とにかく負けた相手にリベンジするまではという目標もあります、加山もう一回 OPBF をやってこの前負けたユンを倒したい、そのためにはここで負けるわけにはいきません、しかし中野は強敵です、予想以上の強敵でした、大熊さん、はい、中野選手サイドですが完全にポイントでは勝っていると読んでいます、そして中野選手自身非常に落ち着いてまして、はい、冷静に戦況を見ているという感じです、はい、まあ、31歳8年目今日が24戦目というベテランであります、特に今年3月お父さんが亡くなりました、ボクシングが大好きなお父さんでした、その勇姿を見せたかった、とにかく諦めないで続けていてよかったとお墓で言いたいという話もしていました中野、その気持ちが出ています、さあこの9ラウンドも、はい、防戦が、ね、長いんですよね、もったいないですね、中野サイドはポイントでは勝ってるだろうという読みですが、放送席ではほとんどイーブンです、どう、まあ、ジャッジが判断するかですね、ですね、難しいですね、ただその見た印象も、はい、加山より中野の方がいいですよね、ちょっと押されてるってね印象どうしても、ね、受けますよね、はい、さあこのラウンドも加山しっかりとした形では取れなかったように思います、ただ一方中野は押してますからこの辺りでどう判断されるか、ね、しかしね中野も手は出してるんですけど、はい、クリーンヒットというのはないんですよね、はい、さあ加山どうしても見る場面が多くなってしまいました、やりにくい相手でした、そこでリズムが全くつかめないまま9ラウンドも終わってしまいました、初めてのタイトルマッチだけどラストチャンスと思っている、最初から行きますよという話をしていました中野、その通り最初からガン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 出てきて、そして手数をどんどん出していきました、加山を混乱させました、これが9ラウンドの攻撃、さあいよいよラストラウンド、チャンピオン加山どういう攻撃を見せられるのか、これはね両選手とも大事なラウンドになりますね、そうですね、今回ねこの決定的なラウンド欲しいですからね、はい、ここまで採点は非常に難しそうです、前に出て攻めている中野、そして加山はいくつか的確ないいパンチを入れました、どう判断されるのか、はい、今でいいですね、はい、加山いいパンチを顔面に入れました、さあ左 B 右ストレート、さあこの後を続けたい、ね、せっかくそのいいパンチを打ってですね、いわゆる相手が前に出てくると下がっちゃいますから、惜しい、持たなかったですよね、やった、いいですね今のね、はい、さあこのラウンド出だしは加山いいパンチが入っている、さあ右加山ボディを変え、ボディをもらいます、そうですね、加山君はこの手数勝負じゃなくて、この、ね、強いね有効打のね、はい、勝負に出た方がいいですね、はい、この10ラウンド序盤は加山いい形の攻めです、この試合で一番いいラウンドですね今ね、はい、とにかく負けるわけにはいかない、気持ちが違います10ラウンド、とにかく今日も彼女の立川のり子さんは応援に来てますが、途中から心配そう、涙も目に浮かんでいました、さあ加山受ける受ける、しかし右、今のはかすった感じです、そうですね、中野君もですね、ちょっとね若干疲れが出てきまして、そんな感じしますね、手数が減りました、くっつくね、はい、時間が長くなったんですよね、このままでに加山君の距離ができてますから、はい、そこにいいワンツーアッパーね、出てますよね、さあっと離れません離れません、大久保さん、はい、赤コーナー判定ではちょっと厳しいからとにかく倒して帰ってこいと言ってました、ああもうそういう判断ですか、さあそういうつもりでパンチを払っていきます加山、判定ではかなり難しいと、あっと右、油断しちゃいましたね、油断しました加山いけません、中野の右が顔面を捉えました、まあ、中野としては頭の中じゃこれだけその前に出て、いわゆるその手を出してるから、はい、やはり自分は勝ってると思って戦ってますよね、はい、ただ中野これまで引き分けも多いんですよね、あそうですよね、なんとなく分かりますね、決め手がないですからね、はい、
レフェリージャッジがどう判断するのか。さあ萱山右です。やっぱ空を切った。しかしですね、はい、萱山君がこのラウンドも決定的なポイントを取れば、まあ、正式なあの採点はねどうなるかね、僕は分からないと思うんですけどね。そうですね、難しくなるかもしれません。さあ萱山左左に取れます。残りが30秒になります。このラウンドいい攻撃を見せている。中野の突進力も少し落ちた感じのこの最終第10ラウンド連打。細かいパンチ萱山ビーフケー倒してこいとセコンドからは言われました。力が入っている。中野来た、中野来た、ラストチャンス中野。さあお互い意地と意地、気持ちと気持ちがこの10ラウンドぶつかっています。もう時間がありません。右ブロックされました萱山、ここで試合終了。判定になりました。萱山はロープにグローブを殴りつけました。さあ判定がどうなるのか、どうなるのか。中野サイドとしてはポイントリードしていると呼んでいるのか、一方萱山サイドどう呼んでいるのか。ジャッジ3人はどう判断するんでしょうか。結果を待ちましょう。勝者は青コーナー、やはり中野です。中野義雄やりました。31歳、初めてのタイトルマッチ、チャンピオンになりました。波乱が起きましたよね、これはね、大きい反響波乱ですね。萱山はがっくりです。萱山はがっくりです。小松さん、はい、萱山に対して一言。まあそうですね、あの必要以上にですね、やはりその下がりすぎたんですよね。ちょっとその攻撃ね、目にちょっとその当てたような感じしますね。大橋さん、はい、でも本当に中野最初から気持ちも違っていましたし、自分の持っているものを出してやろうと。そうですね、ね、また萱山君のことをね、よくね研究しましたよね。そうですね、今膝をついて膝をついて認定証を受けました。嬉しい嬉しいチャンピオンです、中野義雄。デビュー8年目、31歳チャンピオンになりました。3月に亡くなったお父さんにもいい報告ができると思います。勝利者賞を受け取ります、中野義雄です。さて採点が手元に来ました。なんと97対95、内田さんは中野です。そしてサラサスさん99対93、6ポイント差で中野です。そしてなんと森田さんは100対93とフルマークを中野につけています。やはり前に出たというのが大きく評価されたでしょうか。まあ、そうですね、まあ、手数はその構成点を取ったということでしょうね。まあ、やはり構成点を取りますとこれだけ大差はねついちゃいますよね。そして大橋さん、はい、萱山なんですが、はい、この試合はよくありませんでした。そうですね、まあ、東洋タイトルの時と全く変わらないような感じしましたので、ちょっとね練習することがね全くと言っていいほど出なかったんじゃないですかね。ただ6度目の防衛失敗しましたけども、またこの後復活してほしいですよね。そうですね、まあ、あの最終回にねいい攻撃見せましたので、あれをもっとね早い回に出せるようにすれば、これ再戦すれば面白いと思いますね。今日はびっくりした部分もありますが、今場内では31歳チャンピオンの中野に対してコールが起こっています。まあそれにしてもこのラストチャンスに、そのチャンスをものにした中野義雄、見事としか言いようがありません。萱山のことを非常に研究していました。そして自分の持っている独特のリズム、独特のスタイルを貫きました。見事チャンピオンになりました中野義雄、この喜びようでした。やりました中野義雄、日本ウェルター級のチャンピオンです。見事チャンピオンに輝きました中野義雄選手です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。新チャンピオンですよ。まだ信じられないです。この腰に巻いているチャンピオンベルトどうですか。重いです。3月にお父さんを亡くしまして悲しい出来事があったんですが、これでいい報告ができますね。はい、諦めないでよかったです。今日は非常に強い萱山選手を相手でしたけども、もう序盤から前に出て自分らしいボクシングができたんじゃないですか。
実力が全然違うと思ったんで、もうくっついて香山さん の、 あの右ストレートを殺すことだけを心がけてました。でも右ストレートを殺しても左アッパーとか右アッパーが、ね、効きました。ただあの終始余裕すら伺えるような感じがあったんですけども、いえいえ全然余裕なんかありませんでした、うん、でもちょっと香山さんが嫌がってるかなと思って、それが良かったんだと思います。自分はもう相手が何がいいっていうものないですから、嫌がるよ嫌がるよ行くしかないんで、今日はこれだけ大勢のお客さんの前で見事な優勝を見せることができました。何かファンの方々に一言。はい、本当応援に来てくれた人どうもありがとうございました。あとチャンスを作ってくれた会長やスタッフの方、あと僕を見ててくれてたあの自民さんと上皇先生、そしてセコンドでうまくやってくれた新井先生、それとか昔見てくれてた吉井先生や小口会長なんかにも、もう感謝の気持ちで、もう最大級の感謝の気持ちでいっぱいです。見事31歳にして日本ウェルター級のチャンピオンに輝きました、中野芳生選手でした。ありがとうございました。おめでとうございます。どうもありがとうございました。いや、愛すべきキャラクターという感じが大橋さんしましたね。そうですね、まあでも本当に喜びを体中で表した中野なんですが、諦めないで続けてきてよかったという言葉も沼さんありました。まあそうですね、まあ、そっちやはりそれだけのやはり努力したと思いますよね。どうですか大橋さん。まあね、これからがね中野君大変ですから、もう今までの戦法では研究されて通用しなくなりますから、これからがね本当に厳しい戦いが待ってると思いますね。だから精進して頑張ってもらいたいですね。一方の香山は中野の攻撃にこう自滅したという感じもね見られないではないんですがね、やられてしまいましたね。まあそうですね、気持ち的にもそのね、なんかその押されたような感じしますよね。そういう部分がありましたね。いやー、まだファンは喜んでますが、本当にみんなに愛されるチャンピオン誕生しました。日本ウェルター級のチャンピオン中野芳生誕生です。この喜びが印象に残った試合でした。